はい、皆さんこんにちは、オーストラリアの東海岸ね、メルボルンから、ケアンズまで、サイクリング中のユタです。僕のね、相方こいつとね、出会って、1ヶ月ちょっと経って、だいたいね、1000キロちょっと走ったことになるので、はい、このタイミングでね、こいつをちょっと紹介しておきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。リアルタイムはツイッターとインスタグラムで。はい、僕のね、この相方のバイク、はい、マリン4コーナーズっていうね、バイクのね、2022年モデルになります。アスファルトとかだけじゃなくて、オフロードとかもね、走ることを想定した作りになってるね、グラベルロードバイクっていう、ジャンルのものなんですけども、すごい、僕みたいなね、長距離をね、ツーリングしたいっていう方にもの要望にも応えられるようにね、フレーム自体にね、ダボ穴がたくさんついてまして、こうやってラックをね、つけることができて、あとね、フェンダーとかもなんだけど、荷物をね、こういうラックに乗せて運ぶことができるっていうことになってます。はい、初のバイクパッキングです。こんな感じ。まずね、ここにパニアバッグね、リアのパニアバッグが2つと、で、前にはこの2つね、で、ここにテントをね、入れなかったんで、ここに入れました。で、上にね、ドカンとあるのはバックパックですね。で、コックピットはこんな感じ。このライトをね、どうにかしないといけないんだけど、とりあえずね、ここに携帯を入れて、で、このね、アンドレバーバッグにはカメラとか、ちょっとしたね、そういう食べることができるものが入ってるロックとね。マリンっていうブランドなんですけど、僕もね、このバイクを買うまでは全然知らなかったんですけど、1986年にアメリカのね、カリフォルニア州のマリンカウンティっていうね、ところで誕生したブランドらしいです。はい、デザイン性に優れ、軽量で長く乗れるバイクを作るっていうのがね、コンセプトらしいんですけど、まさにね、僕が求めていた、自転車にぴったりだなと買った後にね、思いました。はい、でね、この自転車はね、僕オンラインで注文しまして、で、その滞在先のところに届けてもらって、でそこでね、組み立てたんですけど、おー、きた。1時間ぐらいかかった。組み立てて、まあ別で買ったね、このフェンダーとこのラックをね、つけました。で、あとここにね、鏡、ミラーもね、つけまして、あとフォルダー、あ、ペットボトルホルダーじゃねえわ、ボトルホルダーとかもね、つけて、まあ一応これで完成形っていう感じで、あとスタンドもつけました。はい、で、こんな感じで、お値段的にはこんな感じになっております。はい、これに乗っけておきます。で、次にですね、スペックの一覧、ハイライトもね、ここに乗せておきます。こんな感じになっております。はい、フレームこいつはね、鉄です。はい、黒森っていう鉄です。で、ブレーキがディスクブレーキになってまして、コンポはシマノのソラ、前3枚後ろ9枚の、全部でね、27段階のギアチェンジが可能です。タイヤはね、 700cc の、42mm っていうね、横幅でかなりね、太めなものを履いてます。でね、あと特徴的なものがね、さっきも言った通り、ラックとね、フェンダーが付けられるようにダボ穴がたくさんついているってところです。はい、でね、1000キロ以上走ってきて、この子の、ね、僕が気に入ってる部分としましては、まずはフレーム、はい、フレームはね、黒森ですね。はい、鉄です。はい、鉄なんでね、自転車自体はすごく重いんですけども、僕がね、日本で乗ってたね、アルミバイクに比べるとかなり乗り心地がいいです。はい、実際ね、乗ってみたらね、びっくりするぐらい振動がね、お尻に、来ないっていうか、アルミと比べてね。はい、
アルミだとねすごいガン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 ってくる感じなんですけど、これだとね全然そんなことがなくて、多少のねデコボコのところでも、スムーズに乗れるっていう感じがします。はい。で2つ目にですね、ギアの数です。はい。これ前が、3段階変えられるようになって、で後ろがね9段階なんですよ。なんで 3×9 で、ね、27段階、ギアが変えることができます。27ですよ、やばくないですか実際ねフロントギアの一番アウターのね一番でっかいところ、一番重いギアですねはあまりね、使うことはなくて、下り坂とかで、加速したい時とかに、使うって感じですね。なんですけど、まあ、基本的には真ん中か一番内側のね小さいところでやってるんですけど、これのすごいところが一番ちっちゃいところだと多少のね、急な坂でもね登れちゃうってところなんですよ。はい。いや登れないだろうと思ったんですけど、僕こんなにたくさん荷物積んでるんですけど登れちゃうんですよ。はい。これはね本当に助かってます。はい、はい、気に入ってるところです。そしてダボ穴の多さね、ダボ穴の多さ、アイレッツっていうのかな、はい、英語では。これのおかげでこのねラックとフェンダーと、そしてね前のラック、これもねつけることができました。残念ながらこの自転車ね、なかなか太いタイヤ履いてるんで合うねフェンダーが見つからなくて、前のフェンダーもね泥除けねついてたんだけど、干渉しちゃってタイヤとするようになっちゃってたんで、前のはね外しました。後ろのはうまくいって、はい、なんとかついてる感じです。でね、ドリンクホルダーの穴とかもたくさんあって、こことこことここと、ここ4箇所についてるんで、まあ本当は別にここにもつけれるし、ここにもつけるって感じなんだけど、ここにね荷物をつけてるんでこんな感じになってます。あ、そうだ、僕のね自転車は後ろのこのパニアラックですねが、何度かもうこれで2回か2回ほどここのね接合部分がねボルトがねポッキリ折れちゃったことが2回もありまして、ポッキリ折れてんのネジがマジどうします、どうしよう本当に。それなぜかっていうと、このねラックのボルトがねすごい細かったらしくて、耐えれるね重さが僕の荷物はかなり超えちゃってたみたいなんで、そのボルト自体を太くするっていうなんか手術みたいなことをしました。このねダボ穴があるじゃないですか、そこにはめられるサイズの太さっていうのがその前のやつだったんですけど、それよりも1個一回り太いボルトをはめるために、そのダボ穴をねドリルでわざわざ大きくしてもらって、オンサギっていうね町で、親切にもね無料で、やってくれた、サイクルショップがあるんですけど、そこで、手術をして、まあ、前よりもね重い荷物に耐えられるようになったっていうこのラックなんで、ちょっとだけね、改造されてますこのバイク。はい。いやでね本当に親切な、自転車屋さんでしたね。そんなつもりはなかったんですけど、僕が旅してるところとかもいろいろ加味した上でね、多分ねご厚意でやってくださったんで、はい、もしね、皆さんもメルボルン、ケアンズ、メルボルン、シドニーでもあれですけど、メルボルンからねスタートしてすぐのところにあるウォンサギっていうね街にあるねヒートウィールかなっていうお店なんですけど、そこねすごく親切な方がやってるので、はい、ぜひねもしトラブルがあった時はそこに行ってみてください。はい、ということで、hey, これモーガンさんです。はい、すごい助けてくれて、今このねマップでね、次の行くところもね教えてくれて、はい、すごい助かりました。 Thank you so much. Not a problem at all. Pleasure. Thank you. Pleasure. はい、もう一個まあ気に入ってるというかいいなと思ってるのはやっぱりディスクブレーキですね。はい、リムブレーキと違って、まあ、雨の日でもしっかりホールドしてくれるんで止まりやすいっていうので、はい、安心安全という感じです。はい、てな感じで、はい、今回はねざっくりですが僕の、今回の旅の相方マリン4コーナーズ、2022年モデルねを紹介してみました。はい、まあとりあえずねまだゴールは全然先なんですけども、こいつとね走って、1000キロ1ヶ月という記念にね、この動画に残しておきたいなと思って撮ってみました。はい、
こいつとね一緒に少しずつ前進していこうと思ってるので、 Twitter、Instagram の方毎日更新してますので、そっちの方でね応援してくださると嬉しいです。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。今回は自転車の紹介でした。ユザでした。バイバイ。You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down.